はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画。今回もノンアルコールビール。朝日の、ヘルシースタイル。ノンアルコール。カロリーゼロ、糖質ゼロ。食後のさらにこれあれだよね。食後の血中中性脂肪の上昇を穏やかにするって。俺向けじゃん、完全に。消費者庁許可。特定保健用食品。原材料名が食物繊維。と、大豆ペプチドとホップと炭酸と香料と安定剤と酸味料とカラメル色素と酸化防止剤と甘味料。やっぱり甘味料が入ってる。まあでもこれを中性脂肪の気になる僕ちにはね、これを毎日飲めというのかもしれない。毎日飲むといいのかもしれない。泡がちょっと荒いですね。まあ、ノンアルコールだから仕方ないんだけど。まあでもまだ泡立つだけまだマシか。それでは乾杯。あ、ほんのり甘い。前回の朝日のこのヘルシー、違う、ドライゼロ。これよかは、なんだろう、苦味はないね。これで全然ね。むしろちょっと甘いような風味が。苦くはないな。でもやっぱりちょっと酸味が若干強い。でもドライゼロよかは飲みにくくはないね。あ、これあれか。なんか変な香りするなと思った。これ大豆だ、これ。大豆ペプチドが入ってるから。これあれだ。喉越し生と同じ大豆系の風味がする。なんか、おからみたいな風味がする。そのせいか、これ。まあ、でもドライゼロよかはマイルドで割と飲みやすい。割と飲みやすいんだけど、どっちかっていうと、怪しいね。まあ、こっちの方が飲みやすい。朝日のドライゼロの方は、本当になんか酸味が強くて、こっちも酸味が強いんだけど、まあ、ドライゼロほどではないね。これは、どっちもまずいのは確かなんだよな。甲をつつけがたいね。どっちもまずい。どっちもまずい。こっちはこっちで、またこっちもまずい。難しい。もう、甲乙つけがたいほどのどっちもまずいって。うまいかまずいかでいくと明らかにまずいんだよ。これはまずい。まずい、もう一杯って。もう一杯もない。もう一杯もないレベル。甘みがちょっとある。香りはそんなにない。まあ、まずい。総じてまずい。3332です。ご視聴ありがとうございました。